表松本の立ち上がりですが、いきなり先頭バッター山田にホームランを打たれます。完璧に捉えましたね、はい、選手が上でしたね、まあ、真っ直ぐ3つ続けてっていうところでしたけどもね、はい、1点も先制します。スワローズ2回には大きなピンチを迎えた松本渡、ノーアウト満塁から、しかしこの疲労発散しに一つも大きかったですね。そうですね、ノーアウト満塁の先頭バッターを、ね、しっかり抑えましたからね、はい、なんとか2-3 からの、ね、まっすぐでなんとかライトフライにしましたね、はい、山田選手を。2アウトから山田をライトフライ。一方のスワローズ先発は高橋、3回です。この金子が、まあ、正直言うと牽制でああっていう感じだったのがチャンスが広がったんですよね。広がりましたね、これね、きっちりタイムリーが出たのは大きいですよね、はい、秋山のフォアボールの後、源田のタイムリーツーベース。一塁ランナー秋山はホームでアウトになりましたが、1対1の同点に追いつきました。3回の裏のライオンズ。4回の裏です。ワンアウトランナーはセカンド、5番の森、勝ち越しタイムリーです。しっかりとね、うん、その前の得点圏打率1位っていうのを、ね、はい、証明しましたね。でこの後フルアウトになって、メヒアのツーランホームラン第4号。最後なんと左で1本ですもんね。目の球をうまく打ちましたね。ああやって持ってくんだって感じの驚いた表情と、松本渡の表情でした。5回です。スワローズの攻撃はツーアウトランナー2塁、青木、ね、はい、青木選手もね、よく打ちましたけどもね、金子選手と森選手よく、はいはい、ボールつなぎましたね、はい、2人と合わせ技のファインプレーですね。点は阻止します。そして5回です。ランナー1塁にいて牽制悪送球、フォアボールの後の牽制悪送球、はい、少ないですね、はい、でこの後3塁1塁となります。源田もこれ犠牲フライになりますが、ちょっと浅いかなと思ったんですけどね。金子選手はね、やっぱり足は速いから犠牲フライになりましたね、はい。で、この後2人目のピッチャー五十嵐がマウンドに上がって、この五十嵐もフォアボール、デッドボールを与えます。ノーアウト、ワンアウト満塁で森の打球ですけれども、これもちょっとやや浅いかなっていうね、三塁間が、はい、後頭になってしまってね、2点入りましたからね、はい、この先まで帰ってきました。これで7対1。6回の表のスワローズ、まあ、6回投げ切りが目の前っていうところまで来てたんですが、6番の中村にタイムリーヒットを打たれます。スワローズ3塁からね、打たれてしまいましたね、はい、でこの後7番の山崎に対してフォアボールを与えたところで松本は降板。5回3分の2、113球、7つの三振を奪ったというのは自己最多の数にはなりましたけれども、5回が投げ切りができませんでした。で6回の裏、スワローズは3人目の清水、秋山、ランナー2人置いてという、これ逆方向だったからっていうのも、ね、そうですね、また犠牲フライかなと思うぐらいの当たりだと思ったんですけど、よく追いましたね、はい、見事なスリーランホームランで10対2。この後スワローズ1点を返して9回、マウンド上には松本直明が上がっています。村上選手、はい、見事なツーラン、最近ね出てなかったですけどね、はい、これで調子上げてくれたらいいですよね、でさらに代打中山はガーンと引っ張って見事プロ初ホームランをマークします。10対6。そうですよね、学生時代からねホームランバッターとしてねやってきてますからね。そうですね、いいホームランでしたね、はい。4点差となってなおもランナー1人出ますが、山崎がセカンドゴロに倒れます。これでゲームセット10対6。松本渡投手がこの本拠地メットライフドームでの初勝利ということになりました。